始まりました。一体感マイ FC、 岩本恵美香と彦師匠です。はい、お願いします。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様です。なんせ今日ちょっと寒くないですか。寒くなってきましたね。ですよね。本当に寒い。震えてますし、まあ、練習終わったばっかで半袖ですもんね。半袖です。私はまだ頑張ります。俺も頑張ります。大丈夫です。まあちょっとね、冷えてきてるので、はい、ゲストを早速呼びましょう。お願いします。じゃあ今熱々の男どうぞ。お願いします。はい、いいですか。お名前をお願いします。背番号16番神谷海斗です。よろしくお願いします。来ましたね。注目、私もかなり注目している選手で、これからお話いろいろ伺っていきたいんですが、今日一日私が呼ばせていただくニックネームをまず決めたいんですけども。ニックネーム、はい。でもみんなカイトとかっすね。まあ、みんなカイトだね。でも面白くないよね、カイトじゃ。いや面白くしようか。面白く、でもあんまないんすよね、昔からニックネームが。この感じですよ、今日多分ずっと、うん、この感じなんで、カイトは。カイトで、カイト、はい、カイトで、カイトで行こうか。はい、はい、お願いします。呼び捨てでいいのかな。はい、大丈夫です。いいのかな。はい、じゃあお願いします。お願いします。それでは改めまして、カイト選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。まずはサッカーに関してなんですが、カイト選手は、まあ、今季加入してもうシーズンも終盤に差し掛かっていますが、最初の頃と今でマイ FC チームへの印象って何か変わりました？印象、そうですね、最初やっぱ入って入る前は、うん、須藤監督が結構技術的なサッカーをする監督っていうのを聞いていたので、まあどういう、まあ、そういう感じのチームなのかなと思ってたんですけど、まあ、いざ入って、まあ、みんなとサッカーやって、まあ、技術もそうですけど、まあ、一人一人の、まあ、強度とか、まあ、そういうところもすごく高くて、まあ、毎日激しく練習ができているので、うん、すごいいいチームだなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。そうですね、まあ、試合で重ねていくうちに、まあ、どんどんその個の強度、それこそ、まあ、皆さんのその良さっていうのがどんどん出てきてて、見応えある試合になってるなと思うんですけど、はい、カイト選手のその試合の中での自分の役割と注目してほしいポイントありますか？まあ、やっぱり左利きなので、まあ、左利きしか出せないパスというか、まあ、そこは結構、まあ、見てほしい部分というか、まあ、自分の特徴なので、まあ、それとあとは、まあ、最近、まあ、守備の強度っていうのは結構、まあ、須藤監督だったり、まあ、矢部さんにはこだわれって言われているので、そこは最近はそのパスとかそういうよりもやっぱり守備の方がこだわってるかなと思います。なるほど。ヒコ師匠から見てカイト選手ってどうです？いや、もう J1 の選手っていう感じです。本当に、はい、多分見て一目で分かると思うんですけど、左利きの中でもこう、あ、なんていうんですか、ザ・左利きのパスだし、パス回しみたいな、はい、最初来た時は本当に、俺は川崎、あ、彦師匠は川崎フロンターレ大好きなんで、はい、そこから選手が来てくれるってだけで、なんか嬉しいし、いざやってみたらやっぱ違うなって。大興奮、私も大興奮だったんですけど、本当にあのカイト選手のプレー、私がびっくりしたのって、あの鋭い縦パス、結構長く入って、それがまあ、点に結びつくようなプレーになったりとか、あとはフリーキックの精度すごくないですか？すごいです。バーとかっていう前は。そうなんです。惜しかったんですよ。そうですよね。本当にキーパー届かなそうなギリギリの角に行ってたのに入んなくて。でも練習じゃバンバン決めてるんですよ。あ、なるほど。うちスタッカーが多いもんで。ね、誰が蹴るか問題あるよね。そうですね。やっぱフリーキックって練習されて得意分野なんですか？得意分野は、まあ、小さい頃から蹴ってたんで、蹴りたいなってのは思ってますけど、まあ、結構やっぱまさくんも言ったように蹴りたい人多いんで、このチーム。いいですね、いいことです。
まあ、その日の調子によって、まあ、自分が蹴るのか他の選手が蹴るのか決めてる感じです、うん、決めてほしいですね。そうですね。今度海斗選手が蹴るってなったら皆さんもぜひ注目してほしいと思います。まあ、あの海斗選手は、まあ、ディフェンダーなわけなんですけど、常に意識して心がけてることってありますか？うん、心がけてること、うん、まあとりあえず背後は取られないように、まあ、背後取られると最終ラインなんで、まあ、あとキーパーと1対1っていう状況になっちゃうので、まずはまあ自分の後ろケアしながら、でもそれでもやっぱり前に入ってきたボールとかはやっぱ潰さないといけないので、まあ、そこの駆け引きというか、まあ、そういうところは大事にやってます、ね、今季も残りわずかですが、目標と意気込みを聞かせてください。目標はやっぱ J2 昇格というかしたいですけど、はい、まあ、2位で昇格っていうよりも、うん、まあ、1位で優勝して、まあ、昇格したいなと思ってますし、まあ、個人的には、まあ、もっと試合に出て、まあ、自分の価値を上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。では最後にカメラに向かってファンサポーターの皆さんへ一言お願いします。はい、まあ、今シーズンラスト6試合、どの試合もすごい大切なので、まあ、皆さんの応援でしっかり僕たちも頑張れるので、あと6試合応援お願いします。はい、ありがとうございます。落ち着いてるね。いやいやいや